中山フェスタの秘密が可愛すぎる、に対するみんなの反応。聞いてくれ。この一行だけで可愛い。コーラ飲めるようになったら教えてやるよ。つまり中山フェスタは実質フラワー。実は中山って可愛いんやで。帽子脱げ。おお。帽子オフ。中山が可愛いのがバレる。中山の後ろでスミレの花が待ってるのすこ。中山フェスタの固有にある花はスミレの花か。亡くなった最初の馬主さんが好きだったやつやね。中山フェスタが凱旋門行くときも、現地スタッフたちがチームスミレを名乗ってたんやったっけ。でも実はおばあちゃん思いの中山はみたい。フェスタ現役中に亡くなってしまった馬主さんは、宝塚や凱旋門に憧れてたらしいね。その後宝塚に勝って凱旋門に行くんだからすげえよ。あ、あかん。金が消える。これで中山、ジョーダン、ゴルシの3人でチャンミー止める。中山いいなぁ。チームステイゴールド組ませろ。準備はできてるっす。許可さえ降りればいつでも行くっすよ。君はチーム池添だから。はよこいマジでほんと。誰だこの美少女。天に唾を吐いてほしい。おはー加点教師。梨本虎徹とかわからんて。懐かしすぎやろ。作者の人は井の高校の先輩や。元気かな。割とマジで中山の可愛さがバレちゃうよな。それと先生が誰を指してるかわかるのが楽しみや。普通にトレーナーでもいいし、馬主的な元ネタがあるおっちゃんとかでもいいな。吉富先生元ネタかもしれない。G1 には縁がなかったのが、吉富先生が乗った時に宝塚勝てたからマジでありそう。もしかしたら感動的なストーリーになる可能性あり？ニット帽の元ネタってなんかあるんです？トレーナーのこと面白い女、とか言いそうな枠だと思ってたのに、スミレの話は泣いちゃうでしょうよ。スミレの花咲く頃、宝塚歌劇団のテーマ曲だもんな。顎はシュッとしてるけど、意外とほっぺたがもちもちしてる。凱旋門賞組での絡みって、今までにあったっけ？なければみたいな。SSR 中山のイベでいると絡んでたぞ。ダイヤちゃんとゴルシとはよく遊んでるイベントあった気がする。元馬的に先代トレーナーがいて、しかも死んだりしてそうで怖い。ドーベルだと死にはしなかったけど、かといって中山が平気とは限らないし、冗談シナリオで言ってた、先生イコール先代トレーナー、とかありそうと邪推する。捨て子一族はどうしてどいつもこいつも濃いエピソード持ってるんだ。受け継がれる黄金の精神。希少難。宝炭酸抜きコーラですか。大したものですね。中山フェスタのトレーナーは鼻が尖っているという風潮、一理ある。ところがどっこい。10連じゃ出ません。天井です。これが現実です。下手だなぁ中山フェスタ。欲望の満たし方が下手。シリウスとの偽水茶成分補給ありがてぇ。凱旋門賞は、まあはい。炭酸飲料が飲めなくて可愛い。先生呼びが可愛い。中山フェスタは実質夕崎かおるちゃんなのでは？ふわふわ税に対抗してシュワシュワ税が来たな。福本作品ネタだらけで草。ノーマルエンドに仕込んでそう。私服は帽子をかぶってないに、単勝10万ジュエル。なんでプールでもニット帽かぶってるんですか？ニットのスイムキャップだぞ。つまりニット帽なのでは？今でこそ炭酸は好物だけど、初めて飲んだ時の鼻の奥を焼かれるような痛みははっきり覚えてるわ。帽子と気候のせいで俺以外誰も気がついてないけど、お顔は美少女よりなんだよな。栗みたいな口すこ。地味に馬娘でじとめキャラって少なくない？じとめキャラ好きとしては嬉しい。先生、ギャンブルとは、絶対使っちゃいけない金に手をつけてからが本当の勝負だ。おはきくちかん。北ちゃんの親父さんと気が合いそうだな。成人後にビールが似合う子ナンバーワン。丸尾根とは違う意味で。
なんで、その頃には克服しててほしいねー。そこは焼酎で行こう。でもあの一族なんだよな。中山フェスタって、実馬もキャラも人気が高い方なのかね。実装記念で写真やファンアートがいつもの新馬娘の時よりも多い気がする。実馬はそうでもなかったと思うけど、再評価されてる。何かうまいこと宝塚記念買って、凱旋門2着に来て思ったより強いんだなという当時の印象。その後の凱旋門賞での日本馬の結果、ブエナビスタやアーネストリー、ドリームジャーニーといったメンツに勝った宝塚記念を考えると、この馬の実力は本物だったと評価された。引退後は結構可愛いと言われている。宝塚と凱旋門だけ本気で走った節好き。炭酸苦手だと、健康診断でバリウム飲むときギャグ漫画みたいに吹き出しちゃう可能性があるから気をつけよう。1杯。中山フェスタの馬主さんええ人やんけ。ステゴ族はもしかしてめみんなルビーピンクなのか？素敵やん。割と正統派な可愛い顔してるよね。北さん以降ステゴネタはなかったんだっけ？中山シナリオで何か匂わせてくるのかな？猫イベントも欲しい。おい、帽子返せ。うへへ。風呂でもかぶりっぱなしなんだろうなという確信がある。海でもかぶりっぱなしなんだろうなという確信がある。首から上は使い回しだからな。私服でメガネ追加されたりすることはあっても、なんかパーツが引かれた例ってあったっけ？ライスとかマーちゃんは帽子や王冠外してるよ。オペラ王とかライスとかは私服で飾りが消えたりする。アイネスは温泉でもサンバイザーかぶりっぱなしだったな。中山は、サポカの背景にいた時水着で帽子かぶってたし、まあ取らないんだろうな。匂い嗅ぐのに飽きたら返すからもう少し待て。私服はアイネスみたいにデザイン違う帽子になるかもしれない。なんか墨臭いけど、もしかして焼き鳥屋でも行ってたか？帽子ないと、思ったよりだいぶプレーンだな。いい？帽子取るとなんか可愛いな。もつ焼きだよ。なんでもいいから返せよう。L みたいです。トレーナー、ニット帽かぶせて。自分でかぶれってシリウスが言うのか、自分でかぶれってブエナが言うのか。あれ優勢なかったっけ。知らない予定がキックしてくる。シリウスとアイベアなのがその手の人に大人気らしい。勝負服は帽子脱いでて欲しかった。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。